アンドリュー・ポール・ステッケンライダーは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ所属。愛称はステッカサウルス。2012年の MLB ドラフト8巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズで、プロデビュー。10試合に登板して1勝2敗。 防御率3.72三38奪三振を記録した。2013年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーしたがトミー・ジョン手術を受けたため5試合の当板に終わった。2014年は前年の手術の影響でルーキー級ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで1試合に当板したのみだった。2015年は A 級グリーンズボロと a 九十ュピターハンマーヘッズでプレイし、二球団合計で二十五試合に登板して五勝六敗、一セーブ、防御率三点零零、七十八奪三振を記録した。二千十六年は、a 九十ュピター、a 九ジャクソンビルサンズ、トリプル a 9ニューオーリンズゼファーズでプレイし、三球団合計で四十試合に登板して一勝一敗十四セーブ、防御率二点零八。 71奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕から AAA 級ニューオーリンズベビーケークスでプレーし、5月23日にメジャー初昇格を果たした。翌24日のオークランドアスレチックス戦で、 メジャーデビュー。この年メジャーでは37試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率2.34、54奪三振を記録した。2020年オフの10月28日に FA となった。2020年12月にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2021年3月31日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 平均9 5 3アワーのフォーシームを投げる割合が約8割と速球を中心に投げ込む。変化球ではスライダーを主に投げる。ありがとうございます。